プラティーク・バッバルは、インドの俳優。ラージ・バッバルとスミタ・パティルの息子として生まれる。スミタはプラティークを出産した1ヶ月後に合併症で死去しており、ムンバイの母方の祖父母に育てられた。プラティークによると、父・ラージとの関係は、険悪なのもだったが、成人する頃に和解したという。義理の母に、ナディラ・バッバルがおり、イボ兄にアーリア・バッバル、イボ姉妹に、 ジュヒー・バッパルがいる。2011年からエイミー・ジャクソンと交際していたが、2012年に、発局が報じられた。2019年に、大衆社会党ラクナウシ部長、パワン・サーガルの娘サニア・サーガルと結婚した。プラティーク・バッパルとカルキ・ケクラン・プラティークは俳優になる。以前に、プララド・カッカルの下で1年間、プロダクションアシスタントとして働き、同時にキットカットなど、 複数の企業の広告に出演した。2008年に、君が気づいていなくても、で、俳優デビューし、ジェネリアでー作、イムラン・カーンと共演した。プラティークは、ジェネリアの弟役を演じ、彼の演技は批評家から絶賛され多くの映画賞を受賞しており、第54回フィルムフェア賞では、特別賞を受賞し、最優秀新人男優賞と、最優秀女演男優賞に、 ノミネートされた。2011年に4本の映画に出演し、キラン・ラオが監督した、ムンバイ・ダイアリーズは、海外の映画祭で上映された開評価を得た。ローハン・シッピーが監督した、ダム・マーロ・ダムでは、アビシェイク・バッチャン、ラーナー・ダグ・バーキと共演し、プラカー・シュジャーが監督した、リュ歩制度・インド・ VS インドでは、アミターブ、バッチャン、ディー・ピカ・パード・コーンと共演した。 その後、2012年に EKK でワなた、2013年にイサックで主役を務めたが、工業的には失敗している。2014年にはアウロニ・トーキンでベンガル語映画デビューし、パオリダムと共演した。一時期薬物依存とアルコール依存に陥り、ムンバイのリハビリセンターでカウンセリング治療を受け、回復後にジェフ・ゴールドバーグスタジオの演技学校に通い、 メソッド演技法を学んだ。卒業後に短編映画ザ・ギターに出演し、2015年にサンダンス映画祭で上映されたアメリカに出演して長編映画に復帰した。2018年に公開されたタイガー・バレットで商業映画に復帰し、タイガー・シロフ・ディッシャパタニと共演した。ありがとうございます。